ジョナサン・コーチマンは、アメリカ合衆国のプロレス実況アナウンサー、プロレスラー、ミズーリ州カンザスシティ出身、コーチのニックネームで知られる。2000年に、WWF 入り。最初はインタビュアーであったが徐々に仕事を増やしていった。インタビュアーとしては、ザ・ロックとのコミカルなやりとりで知られる。2003年以降、エリック・ビショフと組んで、ヒールになってからは、 ローの中心ストーリーにも頻繁に絡むようになる。プロレス実況者としては、ローの前座収録番組であるヒートの実況を務めていた。また、ローの実況担当のジムロスや、カラーコメンテーターのゼリーローラーと、たびたび構想を行った。2004年には、たじりとも構想している。2005年10月、ジムロスが腸の手術のためにローを一時離脱するにあたり、 ジムロス解人ストーリーが組まれる。ジムロス離脱に伴い、コーチマンが、ローの実況に登場。ジムロスを復帰させようとする、ストーンコールド、スティーブ・オースチンと PPV タブー・チューズデーにて試合を行う予定であった。しかしこのストーリーは、直前にオースチンが怪我で WWE を離脱したことにより、終了。PPV では、ベーラー、ゴールダストを伴い、 バティスタと試合を行った。2006年には、ビンス・マクマホンの補佐役に回り、ビンスが離脱中は、カードなどの発表はコーチが行っている。2007年8月、RAW のジェネラルマネージャーにウィリアム・リーガルが就任し、いやいやながら、リーガルの補佐として活動した。2008年には、スマックダウンの実況担当となったがほどなくして、WWE を離脱、その後は、 ESPN のスポーツセンターや ESP ニュースなどの番組でアナウンサーを務めている。2009年5月、WWE と NBA のデンバーナゲッツが会場のダブルブッキングした際にはインタビュアーとしてビンス・マクマホンにインタビューを行っている。2018年1月29日のローフィラデルフィア大会より WWE に復帰。ありがとうございます。